はい。どうも、サトチュンチャンネルでございます。今回はですね、えっと、パスコードロックがかかっちゃった iPad を復活させた方法というところでご紹介したいと思います。はい。えー、っとですね、あの、私、えー、っと、まあ、ここ数年間、えー、iPad を動かしておりませんでした。で、それはですね、この、まあ、この、はい、時々ね、定期的に、この iPad って、あの、パスコードロックの入力を求められるんですね。はい。 で、こう、まあ、やってたんですけど、途中でですね、ある時ね、あら、何番だっけってってね、わかんなくなってですね、なんと6回連続で間違えちゃったんですよ。最初はですね、1分後にやってください、15分後にやってください、45分後にやってください、1時間後にやってくださいって来たんだけど、6回とも間違えちゃいましてね、ついにロックがかかって、 使えなくなったんですよ。ただの分鎮と貸しました。はい。で、その状態のまんまですね、1年か2年ぐらい放置してたかな。<laughs> このね、最後のメール見たら2018年で止まってたんで、だから、19、20、3年止まってたんだ、これ。<laughs> 3年間、えー、これ放置をしておりました。はい。っていう iPad でございますが、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、 その後ですね、えっ、ー、と、どうしたかと言いますと、えー、Apple に電話しました。これね、あの、Apple のホームページに行けば、あの、国内向けのサポートっていうのができますので、Apple に電話してですね、あの、ご要件何ですかって言ったら電話口でね、iPad! って言ってもらえれば、あの、プルル,ル,ルって iPad の担当者につなぎます。でね、ここからの動画っていうのはですね、確かに、 えっと、ちょっとネットで調べれば出てくることと出てこないことが結構あったんで、まあ、出てこないことを中心にお話ししつつ、どのような手順でパスコードロックを解除していくのかっていうところもね、お話ししていきたいと思います。はい。で、まあ、相手に繋がったんだけど、あの、最初はですね、あの、大、丁寧なんですよ。対応もね。あの、はい。 アップルでございます。お客様、ご安心くださいませ。必ずですね、せっかく大事にお買い上げになった iPad、使いれるようにいたしますので、ご安心ください、みたいな感じで。マニュアルがあるからすげえいいんだけど、でもね、最後の方になってくるとさ、なんか下打ちされんだよね。チッ。 こいつこんなこともわかんねえのかよ、みたいな感じでね <laughs>、されちゃうというね。まあ相手も人間ですからね、人間ですから、なるべくね、相手がカッカさせないように、こっちも下手にね、下手に、下手に、下手に出てあげて、最後こう、引き出してあげるといいと思います。はい。でね、えっ、ー、とね、やり方としてはね、どうするのかと言いますと、まずですね、えっ、ー、と、電源をまず切る。ここにスライドボタンが出てくるんで、電源をまず切ります。 電源を切ったらですね、このホームボタンと電源ボタンを同時押ししながらなんだけど、あ、間違えた。ごめん、間違えた、間違えた。まずは iTune をパソコンにインストールしてください。Mac の場合はそのまま入ってるからいいんだけど、Windows パソコンの場合は iTune を、えー、と Windows のプレイストアからインストールしてください。はい、まずこのインストールしたら、あのケーブルを パソコンに挿してですね。はい。で、電源ボタンとホームボタンを同時押ししながらケーブルを挿すという風にすると、えっ、ー、と、パソコンがですね、あの、何ていうの、セットアップモードみたいな感じで認識してくれます。はい。で、そこからですね、えっ、ー、と、復元というね、項目を押します。でね、僕はもう完全に、あの、パスワードなんかも忘れちゃったし、 もう過去のデータはどうでもいいんでね、あの完全初期化状態でやってくださいというふうにお願いしました。おそらくですね、もうこんな状態になったらそれしか復活す,すべが、するすべがない。もう自分の ID とかパスワードとかわかんなかったらもうそれしか方法がないので、えー、それでね、えー、やるしかございません。で、これをまあ工場出荷状態に初期化してですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、やるということでございます。で、その時に、 あのね、これね、Apple もよく分かってなかったんだけど、あの、えっ、ー、と、これ刺して認識しますよね。そしてですね、アップロード復元ボタンを押すんです。押してもですね、すぐに、あの、成功しないんです。3回ぐらい失敗するんです。この理由をですね、実は Apple の人知らなかった。なぜ失敗するのか。それはですね、あの、このアップデートする、 データ。それをですね、パソコンにインストールが終わるまで初期ができないんですよ。そう。だから3回ぐらいやらないとうまくいかない。僕の場合は通信速度が遅いから10回やってもうまくいかなかったのかな。だから何回も何回もやってもいいんだけど、あの、まあ、1回やって、もっと、もう1回同じようなことを求められたら、ちょっと置いといてですね、ダウンロード。データのダウンロードが終わるまで待ってみる。あの、 iTunes の右上にですね、くる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 回ってます。くるくるくる回るアイコンがあるんだけど、右上こっちか。くる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 回るアイコンがあります。それをですね、右クリックしてもらえれば、あとどれぐらいでデータがダウンロードされるかっていうのがわかります。これがね、終わってないとね、進めないんですよ。これね、結構 Apple の人知らないんだよ。知らないの。なので、皆さん、こう、パスコードを忘れちゃったら、それね、ダウンロードが完全に終わってから、この、 えっと、皆さんの iPad にインストールして、初期化して、えっ、ー、と、新規でまたこうパスワード、えっ、ー、と、ID 打ち込んでですね、えー、使うと、また、この死んでしまった iPad を使うことができるようになります。はい。えー、こんな感じです。まあね、これあの、状況によって、 あのこのやり方バ、まあ、バラバラなんです,バラバラなんです例えばやっぱこうデータをなくしたくないなっていう方が絶対なくしたくないなんかと大事な映像もあるんでってなったらちょっとこのやり方は多分全部消えちゃうんでねあの断念かと思うんですがもうどうせこう使えなくなる鉄板もうゴミにしかならないんだ,だからじゃあもう完全に一回初期化しちゃってもうフレッシュな状態で iPad を使おうじゃないかと。 いうような方だったら、このやり方でもいけるかと思いますので、えー、と参考にしてみてください。はい。というわけで、今回はパスコードロックがかかった iPad を復活させる情報をお届けしました。